西村一郎衛門編著、新音祇園子より、貨車の桜、鈴木正三門人編著、ひらがな本因果物語より、馬ながら、貨車に取られし、女の子と、春名忠明、西派階段実機より、辰野林田屋の下女日の車を撃てて並び着物を射し、こと日の車は、日本の回。平安時代に成立した。 根尺物語集をはじめ、いずれも江戸時代前期の文献である、キーザツ集、新著文集、短海、因果物語などに記述が見られる。悪事を犯した人間が死を迎えるとき、ゴズ罵倒などの地獄の獄卒が、燃えたぎる炎に包まれた車を引いて、迎えに現れるというもの。また文献によっては、死に際ではなく、生きながらにして、迎えが現れるといった事例も見られる。 ひらがな本人が物語には、馬ながら、貨車に取られし、女のことと題し、以下の話がある。河内国屋にある庄屋の妻は、豪欲な性格で、飯使いに食事を満足に与えず、人に辛く当たっていた。ある時、その庄屋の知人が街道を歩いていると、向こうから、松明のような光が飛ぶように近づいてきた。光の中では、 身長八尺の武士のような大男二人が、小屋の妻の両手を抱えており、そのまま飛び去っていった。彼は恐ろしく思って、小屋の様子を尋ねると、小屋の妻は病気で数日間寝込んでおり、その三日目に死んでしまった。この妻は、行いが良くなかったため、生きながらにして地獄へ落ちたと言われたという。また、階段集、西派階段実機にも、 辰野林田屋の下女日の車を撃てて並び着物を射し、ことと題し、競歩年間の日の車の話がある。ハリマ国伊保郡辰野町の林田屋という商家で、以前から店に老婆とその娘が出入りしていたが、老婆が店に滞在中に風邪をひき、次第に症状が重くなった。手当の買いもなく高熱が続き、ついには、乱状態となった。娘は、 嘆き悲しんでそばを片時も離れなかったが、ある夕暮れに、ああ、悲しい。母を乗せて行ってしまうとはと慌てて外へ駆け出した。商家の人々は、娘が悲嘆のあまり正気を失ったかと思い、娘を引き止めると、たちまち娘が気絶したので、口に水を注いで正気に戻した。娘が、盛んに熱がっており、見ると、袖の下が火で焼け焦げていた。 店へ戻ると、老婆はすでに死んでいた。娘は、臨終の時になぜそばにいなかったのかと尋ねられると、絵で見た鬼の姿のようなものが燃え盛る火の車を、引いて、母を火の中へ投げ込んで連れ去っていった。取り戻したい一心で追いかけた者の車は空へ飛び去ってしまい、後のことは覚えていないとのことだった。後に火の車は、葬式の場や墓場から死体を奪う。 猫の妖怪、歌詞と混同されるようになり、前述の因果物語や仕事義女子などの話集では、日の車のことが、歌詞の台で述べられており、沢木講子の妖怪が、百回図鑑でも日の車を引く極卒の姿が、桑シアノを台で描かれている例も見られる。近代では、歌詞の名は、地獄の極卒ではなく、前述の猫の妖怪を指す方が多い。 ありがとうございます。